どうも、ジェンでございます。まあ、僕、1回生の時に、YouTube やってる大学生の割には、まあまあ優秀な成績を収めててですね、まあ、2回生になった今学期も単位が出たので、皆さんに大学の成績を発表したいんですけど、フルタンでした。成績が優秀でした。ボケー！動画的に思んないんじゃ、成績優秀者。YouTube に成績優秀者の需要ないねん。誰が成績優秀なやつの動画見んねん。みんな単位落ちそうでやばいとか留年確定しましたみたいな動画見んねん。普通誰が成績優秀者の動画見んねん。ほんで俺成績優秀者ちゃうねん。別にそんな成績良くないねん。普通やねん。そこそこやねん。まあ、ということでですね、まあフルタンでした。はい、フルタンすぎてもはやフルチンです。はい、フルチンになってまいます。なってまわへん。何フルチンになってまいます。警察通報されるわ。まあ、僕3月ぐらいから YouTube 毎日投稿しててですね、でバイトもしててですね、で一人暮らししてるから自炊とかもしててですね、でなおかつまあ、単位も取れててですね、だからこれ YouTube してない大学生が単位取れへんのやばいで。いやいやいや、俺 YouTube してて単位取れてんねやから、単位取れてない状況やばいと思った方がいいですよ。単位って落とすなら落とすで早い方がええんでしたっけ。あかんわ。あ、これジャイアンツ坂本勇人選手のスキャンダル問題の時に出た発言や。下ろすなら下ろすで早い方がええんやろってやつや。ケツな穴確定なってやつ。わけわからん。スキャンダルの話したらあかんよ。まあ、ということでですね、まあ、引き続き大学の成績も取りつつですね、まあ、YouTube もやりつつですね、また秋学期にはこんな形で皆さんに成績発表できたらなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。